2024年5月16日午後3時前です。多分風が強いんでビュン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 、あの風の音が入ってしまってると思うんですけど、すいません、このままやります。で、今日はなんでここからスタートしてるかっていうと、昨日の続きで税務署の書類が欲しくて八幡税務署に来ました。で、ここは八幡の市立病院の近くになります。ここ面白いなと思うのがロータリーがあることなんですよね。これ関東の方では見ないですよね。僕も日本全国でここしか知りません。昔運送屋さんやってて、まあ、今でも運送屋さんみたいなもんですけども、赤棒っていうね、山井館じゃないですよ、あの警官物の赤棒っていうのがやってまして、で山梨県でやってから、でそこから、まあ、日本全国、北海道とか、九州とかなんですけども、で、まあ、ここで自転車がこっちの方に突進してきたんですけども、まあ、とりあえず大丈夫でした。で、さっきの話、どこまで行きましたっけ、まあ、北海道から九州までね、まあ、ほとんど車で運転してもらってまして、道はほとんど知ってます。ただ、熊本県、長崎県、高知県、徳島県、その辺りはよく知りません。沖縄県も行ったことありません。それ以外はほとんど日本国中車で回りましたので、どういう交差点があるのかとか、大体、まあ、知ってるんですけども、このロータリーっていうのは、日本全国あんまりないですよね。僕はここしか知らないんですよ。で、これ以外には、まあ、パリの凱旋門の周りは、信号がなくて、ぐるぐる車が回りますよってことぐらいの情報しか知らない。で、まあ、ここは珍しいなと思ってます。西本町大輝です。先ほどの税務署の証明書、申請したらすぐ出てきました。公園待機してたら取りに来てくださいって言われてすぐ出てきました。で、Google さんに送ってきました。結果まではわからないですけど、いやいやいや、今メール見ましたらもう受理されて承認されたそうです。ですのでちゃんとした書類を出せば、まあ、早いんですね。もう昨日出した書類も Google さんの説明通りですからちゃんとしてたんですけどね。まあ一般の皆さんがおっしゃってる書類を出せばすぐ通るということですね。伊東津まで戻ってきてなりました。3分熟成健太です。1軒目ドロップ原町です。イボリ待機です。あ、それから先ほどせっかく税務署に行きましたんで一つ確認してきました。海外の売り上げが、海外への役務提供の売り上げが1000万円以上になったときに、その場合でも日本の消費税はかからないんですけども、実務的にはどうしたらいいのか、まあ、そんなものはかからないから、ほっといていいのか、聞いてきました。今出した書類が国税庁からダウンロードした用紙なんですけども、これ拡大すると、売上先を書かなければいけないところがあるんですよね。その売上先のところを空欄にしておかないで、普段だったら空欄でも大丈夫なんだけど、空欄にしておかないで、外国のお金もらってる会社の名前をちゃんと書いてくださいと。で、それだけだと審査する人がわからないかもしれないんで、特殊事情のところに一筆、こういう事情で国内の売り上げはありませんとか、海外の売り上げだけですとか、書いといてもらえるとありがたいそうです。そうすると、後で消費税払ってくださいとか、紙が来なくていいんじゃないかなという話でした。ちょっとだけ僕質問したんだけど、向こうは慎重で簡単にいいよって言うとちょっとまずいみたいで、15分から20分ぐらい調べてくれて、なんか 4,5 人で話し合ってそういう結論を出してくれました。多分それで間違いないと思います。先ほど終わりにしました。今日は3時間4分稼働しまして1件だけ配達しました。報酬は368円でした。1キロ単価は200円から300円が来ました。移動距離は 6.7 キロでした。多分そんなもんでしょう。運転率は 8% でした。昨日これからだんだん上がっていくだろうって話したんですけども、実際には今日は1日下がってしまいました。すみません。最後一件スシローチャレンジがなったんですけども、それ行けばもうちょっと行ったかもしれませんけども、まあそれ行ったとしても、まあ、50歩100歩でしょ。あんまり変わりません。ではまた次回です。さよなら。